簡単水交換壁次郎チャンネル。皆さん毎度、今日も相変わらず暑いですね。今日はね、川に行くんだけど、その前に一つ作業をやっつけちゃいます。それではどうぞ。はい、行く前にね、ちょっと時間があったので、ミシッピニオイガメ水槽の水交換を行いたいと思います。我が家の水交換は超簡単です。120リッターぐらいかな、交換するんですけど、全然大変じゃないです。排水10分、給水8分、うちの息子でもできます。それではどうぞ。まず最初ね、外の排水口にホースを入れて、このシポシポをつなげただけです。これで5回ぐらいシポシポすると、もう勝手に外の排水口に水が流れていきます。この水交換作業は実はもっと時短ができます。まあ単純に言ったら、排水を早くすればいいだけなんでね。ただエビとかね、魚もいるんで、このぐらいの排水量でゆっくり見ながらやっています。はい、半分ぐらい水が抜けましたね。まだ抜きます。だいたいね、4分の1の腰ぐらいまで水を抜きます。はい、これが抜いた状況。このぐらいまで抜いて、これから給水に移るんですけれども、もう少しね、残してる人が多いかと思いますけど、うちは上部ろ過が2段重ねなんで、このぐらいまで抜いてます。はい、これから給水。はい、ポリバケツに雨水タンクから水を溜めて、バスポンプで汲み上げて、ミシニ水槽に入れてるだけです。だからね、ポンプと空のポリバケツ運ぶぐらいだから、全然力いらないのね。なので子供でも、私が少し腰痛でも全然問題ありません。ただね、今回ちょっと問題が、雨降ってないのよね。で、亀池にね、いくらか水回しちゃったらね、水が足りない。で、当初の予定の、そうね、3分の2ぐらいしか水が入ってないんです。で、今慌てて水汲んでます。はい、水交換はこんなところです。それでは川にザリガニ、タナゴを取りに行ってまいります。じゃあねー。